こんにちは、アリキンチャンネルです。今回ですね、恐竜バスボールのミニ図鑑を紹介したいと思います。はい、今までいろんなミニ図鑑がありますね。動物とか、説明した動物とか、今回は恐竜です。ははいいですね。おー、これは中にミニ図鑑があります。ラインナップ、マスコットのラインナップは全部6種類です。はい、じゃあ見ましょうか。じゃーん、はい、おー、いろんな恐竜がありますね。はい、あーで、もう、はい、決まって定番のティラノサウルスが欲しい。かっこいいなもんね、ここ。はい、これもいいですけどね、ステゴロサウルス、あの、この大きなゴジラみたい。はい、ということで、さあ、学研の、はい、図鑑が入ってます。面白そう、面白いですね、この、はい、学べるバスボール。じゃあ、ちょっと開けましょう。はい、じゃじゃーん、ほー、卵です。バスボールでは卵です。食べられません。はい、はい、図鑑です。おー、立派ですね、カラーでいいですね、恐竜。さあ、中身後で、はい、説明したいと思います。ではこれちょっと開けますね。はい、じゃじゃーん、いいですね。もういい香りです。香りは何だ、これですね、オレンジの香りですね。確かにオレンジっぽい、うん、いいですね。はい、では、これから、はい、今から入れます。はい、1、2、3。おー、はー、すごい、あ、泡が少し出てますね。でも溢れてないから、はい、大丈夫。では少々お待ちください。はい、皆さん、マスコットが浮かんでます。いや、すごい色ですね。最初は綺麗な、あの、はい、黄色色ですけども。結構、はい、ではこれからちょっと回収します。はい、じゃじゃーん、おーほー、かわいいよりよ、お名前だ、何でしょうか。はい、あ、これですね、トリケラトス、トプス、あー、トリケラトプス。おー、結構よくできてますね。綺麗に、ちっちゃいのに、こんな闘争もいいですね。あの、毛剣もちゃんとしっかりしてる。おー、本当に最近のバスボールのクオリティが高くなってます。いいことです。かわいい、トリケラトプス、やったー、かわいい。あ、ティラノサウルスじゃなくて残念。まあでもこれはもう、かっこいい。いいですね。では図鑑見ましょう。はい、これですね、トリケラトプス。おー、長さ 6から9メーターですね。結構大きいですね。アメリカとカナダに。おー、植物系です。おー、いいですね、結構強そう。おー、これもの角3つあるんですね。はい、じゃあ、あと大きさの比較です。さあ、トリプサウルスはどこにあるんだ。あ、ここ結構でかいね。おー、ちっちゃいやつ。おー、ティラノサウルスはやっぱり一番でかいね。おー、神ですね、これ。本当にこのぐらいで。おー、トリプテラス、イエー、いや、あとまた、じゃじゃーん、いろんなありますよ。また図鑑なのでいろんな勉強になります。これすごくいいところですね。はい、トリケラトプスは
あ、これのこのと、うん、フリルとスノーの3つあるんですね。こういうのものです。スノーのところ強力な、はい、あ、結構いいですね。ということで、はい、以上です。ありがとうございました。今回はピオルのバスボールミニ図鑑を紹介しました。はい、今回ゲットしたのは、トリケラトプス。かっこいいです。本当によくできるマスコットです。いいですね。はい。ということで、チャンネル登録お願いします。またね。バイバーイ。